地球、かつ、太陽の位置関係。新月は1の月回帰日食時の新月1日とは、月と太陽の指向形が等しくなること、また、その時刻のことである。現代的な定義での新月と同義である。地球から見て、月と太陽が同じ方向となり、月から反射した太陽光が地球にほとんど届かないことと、強い太陽光の影響とで地上からは、月が見にくい。 王道と白動が極めて近いか重なる地点で1日となった場合に、食である日食が起こる。回帰日食や金環日食時に、新月の輪郭を見ることができるほか、地球照らしによっても、新月を観察可能である。1日の瞬間を含む日を昨日という。陰暦では、昨日を月の始まる日、1日とする。月の始まりは、月立が転じて、1日というため、 昨日は、1日と、訓読みし、1日だけでも、1日と読む。1日は、世界中で同時に発生するが、時差があるため、昨日は、世界中で同日ではない。歴月の初めの日を決定する規則に平らつ日と低と、日とがある。これによって、昨日となる歴日に、違いが生じることがある。新月は、本来は、1日の後に、初めて見える月のことである。 陰暦二日までは月はほとんど見えないので、陰暦三日頃の月が新月となる。一日の始まりを日没時とする文化があるのは、大陰暦では、月の始まりを日没時に見える新月が観測される、時点としていたからである。初月もこの新月と同じ意味である。三日月の君もあるか水月も同様である。精密な天体観測がなされる前は、この新月の日を月始めとしていた。 1>, 1日も本来は、この新しく見える月を意味した。この伝統的な意味での新月特別するために、1日のことを暗月と呼ぶことがある。月の位相、道かけ歴ウィキ、歴計算室、国立天文台1日の始まり小読みウィキ、国立天文台。ありがとうございます。